は、カズヤの孫です。今日もよろしくお願いします。さて、タイヤをですね、ポテンザのアドレナリンからフレバに変えたんですけれども、フレバいいかもしれないです。これ、僕の中ではですね、乗り始めはちょっと柔らかすぎるかなって思っていたんですけれども、いざ乗ってみるとですね、結構安心して乗れるんですよね。で、乗り心地も結構静か で、それでいてしっかりグリップする。で、今日は雨だったんですけれども、結構ですね、こう横滑りするっていうよりは、まだタイヤが新しいせいもあると思うんですけども、しっかり前へ進もうっていうのを感じることができるタイヤなんですよね。それを考えると、こうよくできたタイヤなのかなと僕自身思うので、値段としか比較しても、こうコストパフォーマンスみたいなものは結構高いんじゃないかなという気がするんですよね。なので僕の中では結構フレバ、これおすすめのタイヤかもしれないですね。前を走っている車は何かな、これスマート、スマートの44かな。これもですね、結構面白そうな車なんですよね。確かルノーのトゥインゴと多分同じシャシーを使ってたんじゃないのかなって。実は多分 RR の車なんですよ。で、トゥインゴの全っていうのがあってですね、確か2気筒、全はどうだったかな、全部2気筒だったかな、3気筒、ターボが出たんですけれども、それがですね、結構面白そうで、で、ツインゴ、車体が結構軽くて、RR で、で、力はそんなにないんですけど、乗っていて楽しいんですよね。なので、この S660 を買うときに、マニュアル設定が、まだほとんど確か限定車であるかないかぐらいで、ほぼなかったんですよね。なので S660 を買ったんですけれども、こう最後まで候補に残っていたのが、こう S660 と、そのトゥインゴのマニュアルと、あとはドーバーのミニクーパーと3台ちょっと最後まで迷ってたんですけども、やっぱり今思ってもトゥインゴは面白そうだよなと思いますよね。で、そのこの S660 乗る前が、実はそのモデルチェンジする前のトゥインゴの GT っていうのを乗っていたんですけど、それが FF で 1.2 リッターターボなんですよね。で、もう一つトゥインゴのボルティーニ RS もそうかな、 1.6 リッターの NA を積んでるトゥインゴもあったんですけども、そっちはですね、結構足がガチガチに硬いような印象で、トゥインゴの GT は足がそんなに硬くなくて、こう 1.2 リッターターボなので、トルクがそこそこあるっていう感じで、結構面白かったんですよね。なのでトゥインゴ自体僕結構好きなので、この RR になったトゥインゴも僕自身結構乗ってみたいなっていうか、試乗はしたんですけども、自分の車としてちょっと買って乗ってみたいなっていうのは今でもちょっとありますもんね。なので、S660 を普段の通勤ではなくて、日曜日に乗る車みたいな形でできるのであれば、通勤車、足車として買うのであれば、今だったらそのトゥインゴの、マニュアルか、N1 の RS かみたいな感じですよね。ハッチバックみたいな形が好きなんですよね。で、ちっちゃい車、ちっちゃくて元気な車が好きなので、こう速い必要は僕の中ではないので、速い車はですね、怖くてこう乗り切れないので、こうタイヤがちょっと滑っても慌てないで、こう自分でコントロールできるくらいの、こう力がないような車の方が僕自身はこう楽しく運転できますので、速く走らせようと思ったらやっぱりサーキットで、楽しく走らせようと思ったら、軽くてちっちゃい車の方が僕は楽しいかなと個人的には思っていますので、未だにね、トゥインゴちょっと乗りたいなと思いますよね。普段行くホンダさんには N1 の RS のマニュアルの試乗車があるので、点検の時とか時々借りて乗ったりはするんですけれども、やっぱり楽しいですもんね。で、音がですね、実はS660 よりもいいんじゃないかなっていうような音なんですよ。なので、その気にさせてくれるので、結構あれは面白いなと思いますよね。で、ちゃんと椅子が4つあって、ドアも4つあって、で、だから実用性がありますよね。で、実用性があって楽しいっていうのは、やっぱりこう、家族持ちとしては重要なところかなっていう気がしますし、そのトゥインゴに関しても、ちゃんと、あれは5人乗りかな。で、ドアもちゃんと4つあって、で、荷物がですね、RR なので、トランクがちょっと狭いんですよね。ただ、N1 の RS と比べては、一緒ぐらいかなっていう容量だと思うので、
そう考えると RR 魅力的ですよね。で走りもですねフロントが軽いので結構面白いんですよ。あのくねくね曲がるっていうかですね、で足は硬くないんですけど粘るような足なので、やっぱりあのフランスや独特のこう、まあ、昔でいうシトネインとかがよく言った猫足じゃないですけども、こう粘る足っていうのもやっぱり面白いですよね。なので今までのイタシャリーはパンダ、フィアットパンダの初代とかもそうなんですけども、柔らかいで足が柔らかいけれどもアンダーが出ないっていう、あの独特のこう粘り感っていうのはやっぱり、ヨーロッパ あのイタリアフランス車の独特な味付けなのかなという気がしますよね。でアルファロメオとかになると結構しっかりした足なので、こう攻めても怖くないみたいな感じっていうよりも、むしろこうクイックすぎてハンドルの反応が良すぎるぐらいな感じなイメージですよね。だそう考えるとこう足回りだけでもメーカーによって全然違いますし、このタイヤにしても全然違うので、まあ、せっかく S660 乗っているので、まあ、振れば今走行距離が8万7千キロなので、まあ、どんぐらいかな、10万キロちょっとぐらい、11万キロ、12万キロぐらい走った時にまたタイヤ交換すると思いますので、その時はどんなタイヤが出ているのか楽しみですよね。ということでタイヤの話をしていて、なぜか目の前をスマートの方々が走っていたので、そこからトゥインゴの話になって足回りの話というか完全に脱線しながらのトークになってしまいましたけれども、まあ、いつも通りということで、カズヤの孫でした。ありがとうございます。失礼します。